2023年の大谷翔平に対する栗山英樹の意外な評価に一同騒然。日本の野球にとって非常に大切な因縁のあるチーム、物語を感じていますねと、超大型契約での大谷翔平の名門ドジャース入りに栗山英樹氏は感慨深げに話し始めた。大谷は高校卒業後のメジャー挑戦を表明していたが、日本ハムがドラフトで強行指名。当時監督を務めていた栗山も同席し、複数回の交渉で本意させた。入団後は栗山が投手に専念させろ、野手の方がいいなど外野の声に耳を傾けることなく、二刀流での起用を続けた。そして今年3月の WBC では米国との決勝戦で最終回に投手として登板。マイク・トラウトとの対戦は伝説として後世に語り継がれる名シーンとなった。 WBC で侍ジャパンが世界一になってから早いものでもうすぐ1年が経とうとする。侍ジャパンの監督を退任してからも栗山の周辺は未だありがたいことに騒がしいという。それほど日本中に感動を与えたというわけだ。僕らの仕事は自分が嬉しいということよりも誰かが本当に嬉しそうにしてくれるっていうのは自分にとって最高に幸せな瞬間なんだという。ただ栗山の人柄の穏やかさ、優しさに隠れがちだが、とても厳しく冷徹で勝負にこだわる指揮官でもある。そこには大谷翔平の MVP やホームラン王を獲得した昨シーズンを振り返っての栗山の意外な評価が。栗山英樹の心配事。栗山は大谷の2人しかわからない二刀流を語る。2つやってることによって考え方がシンプルになったりとか、2つやって良さが出るっていうタイプの選手だと僕は思っていたので、今の評価を見てるとそれをも超えてるのかな。栗山ならではの独特の見方をする。去年9月に右肘を手術しており、今シーズンは打者専念となる。それでは打者1本でいった場合どれほどの成績を残せるのか。二刀流で本塁打王を取れたのだからもっとすごいことになるのか。意外なことに栗山の考えはこうだ。2019年もそうでしたけど、意外と一つに絞った時にそれが本当にいいかどうか、僕はちょっといろんなことを思っている。彼にとって本質は二刀流なので、一つに絞ったから数字が思い切り上がるかって必ずしもすぐにそうはならないって可能性が本人ともいろいろ話す中である。エンゼルスで打者に専念した2019年は前年の22本塁打を下回る18本塁打だった。二刀流をしているからといって投打どちらかの成績にマイナスの影響を与えるものではないということだ。さらに二刀流が進化する可能性、年齢を重ねていって長く翔平がやれると仮定した時に、今年は打者だけ投手だけという二刀流みたいなのもあるかもしれないと、二刀流自体が発展していく可能性に触れ、僕はどっちかを選ぶ選択肢というのは今でも考えていないし、彼の本質が二刀流が彼を生かしているし、彼のモチベーションを上げているし、難しいことをやり続けることが彼の進化を止めないことだと僕は思っているとも強調した。それでも打者に専念する来季への期待も大きい。本質である二刀流ではなくても、それを今回超えてまたなんかやっぱそうだったみたいな感じの翔平を僕は見たいと、打者一本での活躍も信じている。さらに再びワールドシリーズで勝たせてあげたいなって、いや勝たせてあげたいじゃないですね、自分が勝たせるんだと思ってやってくれるはずなので、そういう姿を見たいですと、栗山は日本ハムでの日本一、侍ジャパンでの国別世界一に続きワールドシリーズ制覇の瞬間も思い描いた。大谷のホームラン王への意外な評価。普段柔和な栗山英樹は大谷翔平に対しては違った一面を見せる。44本のホームランを放ち、不可能とさえ言われたメジャーで日本人初の本塁打王を獲得しても、あんなホームラン数では僕は納得しないですけどと、かなり手厳しい。日本人がメジャーでホームランを取るっていうのは
やっぱり日本で野球をやってる人間の夢だったんだね。まあそこに関してはちょっとだけ翔平良かったねっていうのはありますけど、もっともっとできる選手だと僕は信じてるんでね。これまで以上の貢献を見せてくれるんじゃないかっていう風に。と、大谷に対してはまだまだできると貪欲だ。そして本人は分かってると思うのですが、勝つためにやってるので、いろんな数字とか記録とかっていうのはありますけど、山本由伸投手もドジャースに行くわけです。めちゃめちゃみんなワールドシリーズ制覇した瞬間のイメージは僕もありますからね。僕はその WBC で勝ち切ったイメージを2年前から持ってましたけど、その映像っていうのは、その景色は本人に見てほしいなっていうのもあるし、ファンの人たちに見せてあげてほしいなっていうのも僕はすごくあります。と、今年はドジャースのワールドチャンピオンを目指してほしいと熱く語る。また栗山が予想する大谷の今シーズンの成績を問うと、74、75本いってほしいなって、メジャーの記録をまず超えてほしいなっていう思いが、僕が言ってんじゃないですよ、みんなの思いがあるだろうなっていう。もう彼はみんなをびっくりさせてくれることなんで、お願いします、ボンズのホームラン記録超えてくださいみたいな。と、なんとバリーボンズの持つ夢の世界記録73本超えを語った。そして大谷と会って声をかけるとしたら、そんな問いに栗山は遠くを見つめ、僕としては良かったなというね。いろんな経緯があったので、入団の頃からみんなの思いを形にしてくれて、みんなを安心させてね。さあこれからは本当に自分の好きな野球を自分なりに自分らしくやってくれる環境を自分で作ったんです。彼のためにプラスになると信じた方向性をこっちは伝え続けただけ。本当に良かったな翔平と思います。ここまでよく頑張ったなと思います。栗山の愛弟子大谷翔平の未来を語る表情には、野球少年のようなきらめきがあった。そして栗山は大谷の喜びとねぎらいの言葉を口にしたが、そこにもこんな数字で良かったなと思わないでくれと、もっと打てるはずだし、もっと勝てるはず、僕はもっともっとって思っていましたけど、もっと日本中世界中をびっくりさせてくれると信じている。本当に褒めるのは彼が引退する時かなと思っていますね。と、日本ハム監督時代と同様、まだ褒めることはしないですと明かした。栗山英樹と大谷翔平の関係。大谷翔平がまだ日本ハムにいた頃、栗山監督は、翔平は俺のこと嫌いだと思うよなどと冗談めかして言っていた。それは大谷が好成績を上げていて周囲が遠慮がちになっても、自分だけは厳しく接しているという話の流れだった。栗山英樹とはどういう監督だったのか。一般的にはにこやかで穏やかで気配りもでき優しい監督だというのが注目の一致するところであろう。栗山とは対照的な指揮官は、なんといっても中日、阪神、楽天、そして栗山と同じく日本代表で指揮を取った今は亡き東証星野仙一氏だろう。37歳で現役を引退して2年間の評論家生活の後に、もちろん東証はドラゴンズの監督に就任した。評論家時代には指導者としての道を学ぶために、王長嶋を擁し V9 を達成した元巨人の川上哲治氏に師事する。鉄の管理学と言われた徹底した選手管理の川上流の薫陶を受け、監督就任が決まるとスパルタ式でのチーム運営を星野は明言した。令和の今では無理なことだが、俺は選手を殴る、ただきちっと殴れないと選手に怪我をさせることになるから、殴る練習をしなければならない、こう語って就任後に最初に買ったのがサンドバッグだったという。それを自宅の車庫に吊るして選手を殴る練習をしたというエピソードは今でも語り草だ。それだけに監督とは選手と一線を画した絶対権力者でなければならないというのが持論だった。日本一になった楽天監督時代には年齢的なこともあり周囲から丸くなったと言われたが、それでも妥協することのないチーム運営で、起用では選手に一切意見を聞くこともないし気を使うこともないという鉄則があった。選手は監督に絶対服従という原則が根源にあったわけである。この監督に逆らったら使ってもらえない、その恐怖でチームを統制してきたのが
星野流の監督術でもあるわけだ。一方栗山は俺が悪い。日本ハム監督就任当初からこの言葉は多くの野球ファンから注目を集めた。栗山英樹の俺が悪いはファンから選手は甘やかしすぎているという投稿が SNS などでしばしば見かけた。負けた試合の後でちょっとあれこれ吐き出したい気分になっている日本ハムファンにすれば、俺が悪いとの監督コメントはいささか微妙なものである。栗山監督の指導理念は常識を疑うことと選手を信じることだった。それが見事にはまったのが大谷翔平だ。大谷翔平を育てた一方、才能もあるが素行の悪い中田翔や西川春樹は栗山の手に負えず他球団にトレードするしかなかった。こわもての星野氏だったら有無を言わさず中田や西川は抑え込んでいただろう。大谷は東京オリンピックで日本代表監督を務めた稲葉篤紀がいた時はまだ良かったが、栗山が日本ハム監督の終わりの頃には面と向かって注意できる者が誰もいなかったと聞く。監督が厳しく注意すべきなのに二人のやりたい放題を放置していたのだ。功罪はどんな優れた監督にもある。栗山が日本ハム監督時代の10年間は A クラス5回、B クラス5回、日本一やリーグ優勝を成し遂げた年もあるが、最下位にもなったし5位はなんと4回もある。栗山の後を引き継いだ新庄剛志監督はそんな日本ハムを立て直すのに大苦戦した。就任以来2年連続の最下位と辛酸をなめた。栗山はいわゆるやんちゃなオラオラ系の選手は大の苦手で、大谷や去年日本ハムからソフトバンクに移籍して2冠王の近藤健介のような人格者や聡明な選手は得意なのかもしれない。エンゼルスに移籍する前、栗山は札幌ドームで行われた大谷の記者会見に出席。大谷が世界一の選手になるためにこれまで同様嫌われ役を買って出る考えを明かした。米国では外国人選手になり厳しいことを指摘されにくい立場になることを想定しての親心だ。翔平が世界一になるステップを踏めるかどうか、全てはそこなので、これからは本当に嫌なことを言う係にならないといけない。 LINE のメッセージが入るとイラッとするような。返事は返さなくていい。イラッと思うところは頭に入る。そこは考えなさいという部分。遠く離れても気になる部分は指摘していくという栗山らしい接し方だった。誰もやったことのない二刀流に挑戦した日本ハムでの5年間で育まれた師弟の絆は強い。これまで栗山は報道陣の前で大谷のことを褒めずダメ出しばかりしてきたが、その意図はもちろんしっかりと大谷に通じていた。その証拠に栗山が10年間勤めた日本ハム監督の退任セレモニーに札幌ドームの大型ビジョンに大谷がサプライズで登場する。僕が入団した時から栗山監督もいろいろなことを言われたと思いますし、本当にご迷惑をおかけしたんですけど、今こうして周りの人に少しずつ受け入れてもらえているのは栗山監督がいたからですと改めて感謝の意を示した。そしてあんまり長くなると監督泣いちゃうかもしれないのでこの辺にしていきたいとちゃめっ気混じりに語ると、本当に10年間お疲れ様でした、そしてお世話になりましたという言葉で締めて栗山監督をねぎらった。二人にしかわからない関係であるが、恩師とも師弟とも言われる関係はずっと続いている。それは生涯永遠でもあるかのようだ。栗山氏の座右の銘は夢は正夢。10年前世界一の選手にすると誓った夢は今現実になった。ただ最低でもあと10年まな弟子の活躍を楽しむ時間ができた。ワールドチャンピオンはもう手の届くところにある。来年はちょっとフラフラするので、どっかのタイミングでフラッと遊びに行こうかななんて、そんな風に思っています。素直ではないが、アメリカに来てくださいという大谷の要望に応えるつもりだ。栗山と大谷の夢にはまだ続きがある。